皆さんこんにちは。大根ファミリーのママパパニーニューどうし同士です。イエイイエイイエイ。今日はですね、どうしちゃんのお誕生日でございます。なんですが、あのナシちゃんの時はあのサプライズみたいな感じでナシちゃんみたいな感じで呼んだんですが、どうしちゃんにはそれが通用しないということでですね、なぜかあそこにずっと一人待機しております。今日本当はですね、どうしちゃんにプレゼントを買ってないんですが、あのどうしちゃんはあると信じてあそこにずっと座っております。でですね、一応あのどうしちゃんがいつサプライズが来てもいいようにということで、あそこでねサングラスをかけてスタンバイしているので、ちょっと急遽動画を回しております。さあどうなるのか。で、寝るまでにサプライズがあればいいんですが、このあるかどうかをこの撮っておこうということで今回しています。ということで、なしちゃんどうしますか。え、なんかサプライズ考えないといけないんですけど。わかりまへんわ。わかりまへんな、これどうしましょう。ということでですね、どうしましょうか。どうしましょう。どうしましょう。ということで、まずどうしちゃんお誕生日おめでとう。はい、おめでとうございます。今日一日どうでしたか。最高じゃなかった。最高じゃなかった。楽しいこともあった。学校あったし。学校でみんなにおめでとうって言ってもらいましたか。うん、はいはい、おめでとう、おめでとうございます。で、最高じゃなかったこともあるの。うん、何。学校が暑かったこと、うん、それはどうでもいいですね。そういうことですね。なしちゃん、はい、ちょっと前出てきすぎ。ということで、サプライズ以上でございます。動画終わります。本当にないので、こればっかりはどうすることもできないんですが、あのとりあえず。どうしちゃんが、どうしちゃんが、え、どうしちゃん、どうし、寂しいの。どうしちゃん、どうしちゃま、どうしちゃま、どうしちゃま、固まったらダメだよ。とりあえず、あのまた近々ということでですね、あのまた、用意できたらですね、動画を回すという感じでどうでしょうか。そうしましょうか。あの今日はみんなでお祝いね、お食事行ってお誕生日おめでとうということでですね、あのみんなで乾杯をして今帰ってきたので、とりあえずママパパからは以上という感じになる予定でございます。いや、誕生日にそんなドンはダメですね。一応お祝いのお食事行きましたので。なひちゃん映ってます。映ってます。ということで一旦切りますね。でも今日あれですよ、いつもの DVD も見ましたよね。え？切りますよ、本当に。一旦じゃあ切ります。また今度プレゼント用意できたら動画回すので、はい、あのそれで許してね、トシちゃん。もう戻ってきたよ。じゃあとりあえず、どうしようかな。どんな感じで締めようかな。パパどうやって締めようか。ハッピーバースデーとユー。じゃーん。はいはいはい、なんでしょう中身は。じゃじゃーん。どうしちゃん、ちょっと待って。何を。これってさ、はい、モニターなん
じゃない。モニターでございます。やば。ただのモニターではございません。ただのモニターじゃない。ただのモニターではございません。テレビです。え？テレビも見れるよ。線をつなげばテレビも見れます。じゃじゃじゃーん。これはドシちゃん専用のゲーム用モニターでございます。おめでとう。固まっちゃった。え、なんで？だってドシちゃんビリビリ。気絶した。ドシちゃんおめでとうございます。え？気絶したってことはこれもうナシちゃんにあげていいってこと？あったった。それじゃ困るね。で？なんていうのみんなに？ありがとう。ありがとう。嬉しい？永遠にうなずけるじゃあこれ売りに行こうかよかったねナスちゃんちゃんはドシちゃんやよかったねドシちゃんそれねドシちゃんのご希望通り机に置きたいということだったので、はい、机にぴったりのサイズを測って買っております。24インチです。うわ、ちょうど机にパカッとはまるサイズでございます。すげえすげえ。これで夏休みとかここで配信できるやん。できますよ。プレス4で。はい、おめでとうございます。できるやん。はい、なんて言うんですか。ここのカメラに向かって3、2、1。ありがとう。これはもう文句なし。よかったね。で今日は最高な一日ですか。最高な一日。最高お誕生日おめでとうさっきはもう何もないって言ったら泣きそうやったのによかったね。そういうことになりますね。はいはい。さあもう言うてる間にドシちゃんの誕生日終わりますが、はい、終わっちゃうよ。もう今日一日朝からいろいろあったね朝ごはんはちなみに、はい、あのね、俺の好きな、はい、ネバネバご飯っていうのとモロヘイヤね。モロヘイヤとオクラと、うん、まあいろいろね、うんうん、と、うん、ウインナーと、そんな紹介いらない。そんな紹介いらないよ。いっぱい食べて朝はね、ほんと幸せやったよ。うん、夜は夜ご飯は、小籠包いっぱい食べたね。小籠包食べすぎて。そういえばなんか、あれじゃなかった、小籠包好きなんじゃなかったの、小籠包好きやから小籠包の食べ放題行ったんだよね。死ぬほど食べた。もうあの、いや、多分ご飯どころじゃないよ。なんでこればっかり気になって仕方ない状態な。じゃあこの動画が終わったらまたこれつなげようね。パパにお願いしてつなげましょう。はいはい、ということで今日はいいお誕生日になりましたということで、はい、それではね、はい、今日この動画が良かったなって思っていただければ、はい、チャンネル登録、高評価、コメントと拡散の方よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは今日はこの辺でバイバイ。